皆様こんにちは。宮下音楽教室ギター科講師の宮下文雄でございます。今回はですね、こちらにもご案内させていただいているんですが、5月の12日日曜日、愛知県の日進市民会館大ホールにて、午後13時より、宮下音楽教室ギター科の発表会&音楽会を開催させていただきます。それにちなんでですね、直前企画として、その時、講師演奏でいくつか演奏するんですけど、その中からいくつかお届けさせていただきたいなと思っております。その時演奏する曲目を読み上げますとこちらなんですが、グリーンスリーブス、白鳥、5番街のマリエ、あの日に帰りたい、鉄道員、大畑レインボー、北国の春、遠くへ行きたい、酒は涙かため息か、雪の花をオリーブの首飾り、以上11曲になるんですが、今日はですね、その中から松任谷由実さん、荒井由実時代の名曲ですね、1975年のあの日に帰りたいをお届けさせていただきたいと思います。どうぞお聴きください。ありがとうございます。また、こんな企画いくつかお届けさせていただきたいと思います。こちらに貼ってるのは、今日新聞の折り込みのために販売店さんの方持ち込んだんですけどね、チラシ、曲目、節さんの曲目、それが、裏はですね、教室の、案内になっております。こんなのもまたご覧いただきたいと思っております。じゃあ今日はこんなところで、また違う動画でお会いしましょう。さようなら。